マルヤス工業フットボールクラブは日本の愛知県岡崎市を本拠地とする社会人サッカークラブ。故障は FC マルヤス岡崎である。旧クラブ名称はマルヤス工業株式会社サッカー部。1968年に自動車部品会社のマルヤス工業のサッカー部として総武し、愛知県サッカー協会に加盟した。 1973年には愛知県サッカー選手権大会で初優勝し1975年まで3連覇。1974年に愛知県社会人サッカーリーグへ昇格。1975年に愛知県リーグで優勝してプレーオフにも勝利して東海社会人サッカーリーグへ昇格した。また、1976年に 全国社会人サッカー選手権大会に初出場した。2003年、天皇杯全日本サッカー選手権大会に初出場し、2回戦ダービスパ福岡に0から3で敗れた。2003年より、東海リーグが2部制となり、2部に所属。2004年に東海リーグ2部で優勝し、2005年より、東海リーグ1部に昇格した。 一部に昇格してからは3位から6位の間で推移。2011年は2部への降格圏内の7位となったが、静岡、藤枝ミベックが JFL へ昇格したために降格が1チームのみとなり、一部残留が決まった。2013年に東海リーグで初優勝。第37回全国地域、サッカーリーグ決勝大会は B グループに入ったが3戦3敗で、 グループ再開となり1次ラウンドで敗退した。2013年12月4日、日本フットボールリーグの理事会で入会希望申請チーム枠の一つとして、2014年度からの JFL 入会が承認された。2014年1月20日、JFL 昇格に伴って企業チームのまま、岡崎市の地域密着型のサッカークラブを目指すことを目指し、登録チーム名を マルヤス工業、フットボールクラブ、故障を FC マルヤス岡崎に解消したクラブの所在地は岡崎市であるが、同市内には JFL を開催するために必要なスタジアムが整備されていないため、名古屋市高サッカー場をメインとして、豊田市運動公園陸上競技場、豊橋市民球技場などに分散して開催する。2021年より、地元岡崎市に、 岡崎支流北総合運動場流北スタジアムが完成し、ホームゲーム開催される予定である。ありがとうございます。